はいどうも、藤野 130kg です。このトランクスかなりかっこいいですよね。これなんかちょっとサンプル見てたんですけど、めっちゃできいいなと思ってちょっと撮りたいかなと思います。でこの台がね、割と撮りやすそうなんですよ。見といてくださいね。まずちょっと寄ってるんで、左アームで最初寄せていきます。だいぶ左アームひねるんで、この辺で落としていっていいと思います。こんなもんで、左で寄せて、いきなりいい感じに寄ってくれたな、これで。2手目で右アームかなり寄せ気味で奥側を取りに行きます。これで転がせたら勝ちなんですけど、どうやろう。右だけ入れて、あー下手くそやった、すいません、ちょっとミスりました。あーでもいけるな、もう。じゃあ奥じゃなくて、そんなにめちゃくちゃ奥にしなくてもいいんで、この辺で右アームをしっかり寄せ気味で落としていきます。で来い、よし、来た来た来た、これはかなりいい感じですね。でこのまま横向けてしまったら、あとは箱の中心の少し奥側ぐらいに爪を落としていきます。いいんちゃう。でコロッと、よし来た、はい、もうゲットです。めっちゃね、この横向けさえすればもうすぐ取れるんで、あとはもうコロコロっとこう手前に来たらいいんで、ちょっとポイントがないんで補充していきます。クレゲはほんまにすぐに金使っちゃうから、ちょっとね金銭感覚をしっかり持ってプレイしていくことが大事ですね。よし、じゃあラスト決めていきましょう。この辺でしっかりと両アームを落とすべきとこに落として、で手前にコロッと、はいゲットです。はい、ってことでね、まあなんか見てもらったら分かるように、まあなんか横向けさえしたら簡単に取れるんで、皆さんもよかったらね挑戦してみてください。ということで以上、藤野 130kg でした。ご視聴ありがとうございました。